松山市高浜町5丁目の松山観光港で愛南の海から生まれたシーボーンアート作品展が開かれています。シーボーンアートとは海から生まれた芸術という意味で、海岸に流れ着いたガラスや貝殻、流木などの漂着物を利用して制作する美術作品のことです。会場には愛南町の特産品である日扇貝で作られたランプシェードなどおよそ30点が並んでいます。今回はですね、タワーを、新しくやり替えて、みんな一生懸命何ヶ月もかけて作ってきました。タワーはですね、もう愛南町の、海があって山があってっていう自然豊かな、愛南町をイメージして作りました。柔らかい光、そして愛南町日扇貝やっぱり特産品となってますので、そういう温かい光がありますので、そういったものを見ていただきたいなと思います。皆さん一生懸命作った作品を並べてますので、機会がありましたらぜひこちらの方に、見に来ていただきたいなと思います。教室で、ある材料を使うんですけど、一人一人できる作品が違うんですよ。だから決まった材料ですけど、出来上がりは全て違います。それが楽しみですね。2008年から毎年この時期に開催している愛南町のシーボーンアート作品展、昼間はもちろん、日が暮れてから柔らかな光が織りなす美しい世界はとても幻想的です。このシーボーンアート作品展は1月24日まで松山観光港で開かれています。また1月26日からは東温市質川の愛媛大学医学部附属病院内で展示されるとのことです。